今日は休暇園の村田さんに盆栽の道具の手入れを教えていただきます。よろしくお願いします。盆栽の道具なんですが、使うとどうしても汚れがついたりしますので、そういった汚れはですね、溜めないでこまめに落としていくと、長く道具をいい状態で、使えるわけです。一般論としてはなんで手入れしなきゃいけないかっていうと、長くその道具を良い状態に保つためということになるんですが、個人的にはもう一個差し迫った事情があるといいますか、盆栽の道具って結構どんどん作り手が減ってるんですよね。で、結構カタログからどんどん道具が減ってるっていう事情があります。要は職人さんが辞めちゃっても後継者がいない、あるいは作る人はいるけれど別のものを作ってる、もっと正直お金になるものとか、あと結構ね、盆栽の道具っていろいろうるさいこと言われる割にそんな売れないっていう、そういう事情があるらしくて、結構ね、品数といいますか、そのラインナップがじわじわ減ってるっていう事情があります。ですから、もし気に入った道具があった時にそれがこうダメになっちゃった、買おうと思ったらもうカタログから消えてる、作ってる人がいないっていうことがないとは言えないんですね。で、あと結構ラインナップが残っていても結構時代によって作る人が変わると微妙にこう大きさが変わったり、そういうことがあるので、もし気に入った道具があったらそれはもうずっと大事にしておかないと、実はもう次買おうと思ったらないとか、ちょっと微妙に形が変わってる、そういうことがあるんですね。ですから一本気に入ったのがあったらそれはなるべく大事に長持ちさせた方がいいなというのを、これは私は切実に感じているので、道具はなるべく大事に長持ちさせた方がいいというのが基本ですね。普段使ってる剪定バサミとかですと、こういった今日何本か持ってきましたけれど、新芽とか葉っぱなどを切るとどうしてもこう汚れがつくんですよね。なるほど。この黒いところ。そうです。で、松なんか切るとヤニがつきますし、あと普通の松以外の雑木とかですとこう切ると黒くなりますけど、これはあれですね、おそらく、植物の樹液の中のタンニンが鉄と反応してタンニン鉄っていう多分黒い物質ができてるんじゃないかなと思います。気になる方は調べてみてください。で、実はこういう汚れがつくだけで結構切れ味が落ちます。で、裏を返すとこの汚れを落とすだけで結構切れ味回復します。ハサミの手入れっていうとすぐ研ぎっていう風に考えがちなんですけど、実は汚れを落とすだけで結構切れ味が戻ったりするので、研ぎも結構面倒なので、研ぎの心配をする前に、大事に使う、こういうもの、太い枝は切らない、太い枝切るときはこういう枝切りとかに持ち替える、柔らかい葉っぱだけ切ってると、ご覧の通りそれでも汚れが結構つくので、汚れはこまめに落とすというのが大事です。もう使ってる最中でもちょっと切れなくなったなと思ったらさっと汚れを落とすだけで結構また切れるようになったりします。こまめに汚れは落とす習慣をつけとくといいと思います。研がなくて済むみたいな。そうですね、研ぐっていうのはもう本当に歯が傷んじゃってからの話なので、それも研ぎも大事なんですけど、砥石買って研ぐっていう前にこまめに日頃から汚れを落としておく、その癖をつけとくだけで結構歯が長持ちします。汚れ落としなんですけど、一番手っ取り早くて簡単なのはこういうゲルゴム状の、汚れ落としなんですけれど、これね、いろいろ製品があって、私もね、これは基本的には研磨剤をゴムでこう固めてあるんですよね。砂消しみたいなもので、いろいろ製品があってそれぞれ使い勝手が違うんですけど、結論として私が一番おすすめで使ってるのがこれで、盆栽美術館の売店でも売ってますけれど、2つ
これがですね、おすすめです。特用材、樹液クリーナー、はい。こちらも樹液クリーナー。私が使ってるのはこの、あの、特用サイズの方で。なるほど。あの、例えば、これちょっとホームセンターで買ったものなんですけど、はい、これ、こすると、まあ、落ちるんですけど、うん、研磨剤の粒子が、こう、ジャリジャリ出てくるんですね。はいはい、で、これでこすった後にハサミを、こう、使うと、こう、歯が、歯、粒子、研磨粒子をこう、噛んでる感じがして、まあ、あの下にも結構バラバラ落ちてきたり、あと、まあ、これはちょっと柔らかすぎたり、これは逆にちょっと硬かったりとか、うん、あの、あとヤニなんか落とすときに、ものによってはこう目詰まりしてツルツルになっちゃうんですね。なるほど。で、これ、そういうことを総合的に考えて、これが一番あの問題がない、一番使い勝手がいい。これは盆栽美術館でしか売ってないんですか？ね、これに関しては通販とかでも売ってます。はい。研磨クリーナー。これ、この特用サイズなんですけど、結構名前が、正式名称がよくわかんなくて、あの、確実なのは、私が使ってるのが買えるのは、あの、盆栽。盆栽ですか。ドバイで。これに関しては、あの、多分 Amazon とかでも扱いがあると思います。あとは、あの、まあ、盆栽のイベントとかの即売なんかでも、道具屋さんが出てれば、ある。あのはい、クワさんっていうところのですけれど、手に入ると思います。はい、これはあの道具の手入れだけじゃなくて、鉢の汚れ落とし、鉢長く水かけてると、あの、うんうん、水の中の石灰分とかが、あの、はいはい、沈着しちゃうんですけれど、はい、あのこう特に釉薬の鉢だと、もうこんな風に量がこう汚くなっちゃったりするんですけど、これあ、ま、ちょっとね、大変は大変なんですけど、こうすると、鉢の汚れも落としたりするので、あのこれは盆栽やる人は、あの一つは持っといて損はない。なるほど。じゃあ、あの実際ちょっとこすってみます。はい、で、まあ、基本的に研磨剤が入っているので、あの刃を傷めるような、こう、刃先とこう逆の方向には使わないで、刃と平行、あるいは刃元から刃先というふうに使います。はい、ちょっとやってみましょう、はい、もうそんなに広い汚れじゃないっていうのもあるんですけど、もうちょっとこするだけでこんな風にすごい綺麗になります。へえ、表もちょっとやってみましょうか。わ、すごいですね。はい、こんな風に綺麗。へえ、で、まあ通販番組ならこれでおしまいなんですけど、あのこういうのちょっと手元にない、はい、で家にあるものでとりあえずどうにかしたい、うんうん、はい、そういう方のためにですね、あのこれの代用品っていうのをちょっとあのいくつか持ってきたんですけれど、はい、こういう金属たわしですね、うんうんうん、あの多分100均とかでも売ってると思います、はいはい、あとこういうんじゃなくてもっとあの幅の広いステンレスのこう、うんうん、帯状のものをこう丸めて、はいはい、あの手の金属たわしがあります、うん、あの多分家庭用品 の、 あの鍋の焦げ付きとか落とすような、これでもいけるんです。ただこの手のものだと、あの刃と指先の間が近くなっちゃうので、うんうん、あのちょっと怪我しないように注意が必要なんですけど、こういうのでもいけます。でちょっとやってみますね。うん、こんな風にこっち。なるほど。はい、ま、これでも、ま、あの汚れは落ちます。なるほど。あともう一つですね、これも家庭用品でおなじみ の、 あのメラミンスポンジ、はいはい、そうですね、通称激落ちくん。激落ちくんとあの油、水または油の組み合わせでもいけます。で、あの、まあ、水だとあのどうしてもハサミに水分がつくので、はい、あの 水気しっかり取らないと錆の原因になるので、まあ、水の方が手軽ですけれど、錆防止という点では油の方があのいい。いいです、はい。ちょっと油でやってみます、はい。この油は、普段あの道具の手入れの第2弾といいますか、潤滑に使う油で、はい、まあ、多分油の話は始めるとまたすごい長くなるので、ちょっと油はですね、
別バージョンで。別バージョンで。逆にこれ使った方がいいっていう時もあって、例えばこんな風にですね、刃先まで黒く錆止めの処理がしてあるものだと、これだと結構表面が落ちちゃうので、今持ってきた畳はいずれもこれ一回研いであったりするので、すべてコーティングが刃先はないんですけれど、これは新品で購入して刃先がまだコーティングしてて少し使って落ちてますけど、これでやるよりはコーティングを残しながら汚れだけ落としたいっていう時はメラミンスポンジの方が表面の仕上げが落ちづらいので、その黒いそうですねコーティングが残ってるってことですね。で、あとは表面仕上げでこう磨いてあるような中身の場合はこれでこすると表面に傷が積もっちゃうので、なるほど、表面に何か仕上げをしてあるとか、磨いてあるとか、そういうなるべく表面を保護したまま汚れを落としたいときはメラミンスポンジの方が適してますけど、道具の手入れに必要な資材としてはもう一個こういう真鍮のブラシ、真鍮のブラシ、真鍮のブラシ、金ブラシ、はい、これがあると便利です。で、これ自体は結構小白の銀シャリを磨いたりそんなことにも使うので、結構盆栽やってる方は皆さん持ってる、資材の一つで、これはホームセンターで売ってますね。塗料売り場とかで塗料を塗る前のこう下地処理とかに使うので、ホームセンターのままブラシ売り場、それから研磨剤売り場、あるいは塗料売り場、そういうところで売ってます。先端がですね、これまっすぐのタイプと、あとこう、これ I 型とかっていうんですけど、こう先端がこう上に上がってるタイプがあって、で私はまっすぐタイプが好きです。なぜか盆栽界では皆さん頭が上がってるタイプが皆さん使ってるんですけど、私はこのまっすぐの方がこう先端で力が入れやすいので、このまっすぐのがおすすめで、道具使ってて泥とかがついたりした時はこれで落とします。これワイヤーブラシっていう鉄の毛のブラシもあるんですけど、刃が強く毛が強すぎて道具に傷がついちゃいますので、鉄よりも柔らかい真鍮のブラシを、真鍮表面の泥汚れとかはこういうもので落として、ここにほんのちょっとサビが浮いてるんですけど、分かりますか？多分分かると思います。こういうサビが浮いた時とかもこういうブラシで取ってあげると、ちょっと微細なサビだったので分かりづらいんですけれど、持ち手とか結構夏場なんか素手で触ってると汗がついて錆びるんですけれど、この辺が錆びるのはパッと落とせばいいので、持ち手とかの錆はあんまり気にしなくても、はい、終わった後にこうブラシで泥を落とすみたいな、もし泥汚れとかがついてれば、で汚れついてなかったら別に先端とかでホコリがちょっと目立つなと思ったらこんな風にガッサッと落としてもらう。で、今汚れは樹液クリーナーで、これがまず汚れ落とし。これ何、素材は何て、素材何が入ってるんだろうってすごい気になって。研磨剤と研磨粒子とゴム、ね、研磨粒子とゴム、多分軽石みたいな
感じですね、触った感じは。そうですね、うん、これめちゃくちゃ売れそうですね。あ、結構やってる人は、やってる人はいいですね。ありがとうございます。